どうもロシングルです。リベレイテッド続きをやっていきましょう。しばらく後A good old fashioned curfew. 夜間外出禁止か。 The government's afraid of its own shadow. 政府は自らの影に怯えているようだな。なるほどね、国民からの反乱を警戒してるわけだよね。だったらやらなきゃいけない。二手に分かれましょう。ここを抜けるにはそれがいいわ。メインと11番の角で合流しましょう。いや、合流するのも一苦労だね、これはね。というわけでアクションパートだ。パシフィック。おっと、こりゃ見回りの香りがしますぞ。あれ、これどうなる？どうなりますかね。これ大変なことになるんじゃない？気づいてないの？え？この人死体があるのに気づいてない？間抜けか。大丈夫か。おお、はあ、怖っ、はあ、怖っ。いたな。こいつすぐ振り向くんだから。何なの、夜間外出禁止令だから人歩いてるだけで撃たれちまうのか。一般人かもしれないのに。リベレイトじゃないかもしれないのにね。おやおや、隙だらけだな。鍛えられてない証拠だ。ほい、ういっしょ。素晴らしい。お、あれ、なんか、うわぁ、うって、あぁ、間違えたん。一撃死。はいはいはい。で、ほい、はい。撃ち殺して、警官を撃ち殺して、3発撃った。ダブルタップどころじゃないね。アクションパートが多いね。ふっ、ふっ、ふっ、ふっ。こんなところに隠れれるんですか。近接攻撃が強いね、この人。一撃ですよ。ほい、よいしょ。あっ、あったー、下手くそ。頭狙いすぎた。いやー、次からは走れないな。警戒しながら。うわ、マジで、マジか。これは過ぎて、ほい、こうだね。ほい、いや、行っちゃうか。行った。あー、あぶねー。まさか2人1組で来るとはね。ツーマンセルの恐怖よ。あ、おー。全弾打ち尽くしたよ。顔面に叩き込んじゃった。怖っ。隠れれるところがない。やべ、僕のアパート狙われてる。走れ走れ。パシャパシャ聞こえんな。隠れられない。ここ隠れられない。ここなんで見えてない？不思議。いけるか。よいしょ。よし、今のうち。走れ走れ。大丈夫か。ふいふい。ああ、よかった。ああ、完璧。これはなかなか大変なアクションパートですな。ほっ、ほい、すっ。ツーマンセルじゃない、バカめ。いてぇ、一撃。ほい、
ュッキュッキュッ。あれ警戒されてなきゃいけるんだな。ゆっくり行こう。 OK。 よし抜けた。いやすごいね、警官の見張りの数が半端ねえ。早くこっちよ。 This is it. ここよ。どこ、どこなの。ジェネラルストア、なんでも屋さんかな、よろず屋かな。ふう、死ぬかと思った。7、8回死ぬかと思った。5、6回で済んだけど。国家安全保障大臣は市民に冷静な行動を訴え、テロリストの脅威に対し政府は迅速かつ徹底的に対処すると発表しました。すべての個人データは数日の間に復旧される見込みとなっています。我々の国は現在脅威にさらされています。テロリストは重病の子どもたちの医療記録へのアクセスを含む重要なシステムを混乱させました。彼らが人命を軽視しているのは明らかです。ほう、まあそう言うだろうな。国はこんばんは。何しに来た。外出禁止令だぞ。閉店だ。なんでいると思う、この親父。共通の友人に聞いてきたんだけど、聞こえなかったのか。今すぐ出て行け。ブランドンちゃん、話がある。ブランドンか、ブランドンちゃん、中国系だね。同じことは言わない。警察を呼ぶ。セントマルタのことなのよ。家族は真実を、真実を知る権利がある。どうしたブランド、反応してくれないか。落ち着けブランド、よせ、さっさと消えろ。マジかよ、間違えた。うんうん、グフー、こんなこともあんのか。お前ら二人も自殺志願者か。落ち着いて出ていくわよ。待って待って、僕撃たれてるんですけど。撃たれ、気が遠くなる。男人って書いてる。え、見捨てられてる。ああ、終わった。待ってないないない、なんだ今の。え、お話進んじゃった。ええどういうこと、何をどうやってもダメってことかな。撃たれたのが正解ってこと。2巻に続いた。リベレイテッド2巻へ続くってなって、本当に続いちゃった。これ誰、このヒゲ男。え、だ誰、リベレイテッド2人目の男ってことかな。こうやって主人公がどんどん切り替わっていく感じ。ベストボスエバー。昨夜のチャイナタウンでのテロリスト攻撃を受けて、警察は新しいセキュリティ対策を発表しました。つい翌日のことですね、これは。え、話がわからない。なお攻撃により国家安全保障大臣の息子デューク・ストラウドの死が。やっぱり死んじまった。そっか、主人公は一人じゃないんだ。リベレイトっていう組織のいろんな人たちの物語なんだ。警察は政治的な動機を視野に入れ調査中です。大臣への思いと祈りが世界中から殺到しているようです。とはいえね、誰だ、うるせえな。おじいさんだね。どこだ、分かった、すぐに向かう。まあおじさんかもしれないけど、だいぶベテラン。なかなかタフガイな雰囲気のある男だね。しかし参ったね。警告、この先侵入禁止区域。ああ、
同じとこ向かってるね。リベレテッドの基地だ。モーニングキャプ。警部。マジか。How did we find this place? どうやって見つけた？ Some of our drones went down. ドローン数機この辺りで撃墜したので、墜落か回収に来たところここを発見しました。We don't know anything about the site. この敷地に関する情報は何もないのですが、昨夜ここで車両の動きがありました。What about the radiation? 放射線は？地図上の数値はとんでもない数値なのですが、不思議なことにガイガーカウンターは何の反応も示しません。ほう、面白いね。なぜだろうね。警部、この場所は何かおかしいです。敷地内の見取り図にアクセスできません。まるで存在していないように。唯一明らかな情報はここがかつてプロジェクトマンハッタンの施設だったということですね。機密情報です。ミサイルサイロだったかもしれません。もしかしたらバンカーか。ここからでは何とも言えません。まあ警察といえどね、国のさらに上の方の話は全く伺い知れないんだろうね。辺りを探索し、これらの格納庫を確認しました。また大規模なトンネルネットワークもあると思われます。入り口はこことこことここ。指示があれば直ちに突入。マジか、奴らは気づく間もないでしょう。対テロ用の動きがあったのを見てるのかな、この感じ。うわー、狙ってる。スワットが勢揃いだ。現場にて待機。これどうなる。ガイガーカウンターから目を離すな。放射能汚染が確認されたら速やかに撤退だ。放射能汚染の可能性があるのに、この人たちよくやるよね。周辺の安全確保まで待機してください。警部ぐらいになるともう現場行っても指示しか出さないんだね。どうなる？突入！リベレイテッドの基地が襲われる！めっちゃ襲われてるじゃん、リベレイテッド。あ、警部です。突入！ゴー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 ！ハリ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 ！ムーブムーブムーブ！ガッチャン。はしご？ふん。なぜ警部が軽やかだね。明らかに50オーバーに見えるけれども、いやいやいや、なかなかどうして。素晴らしい身体能力。なんだこりゃ。証拠が？エレベーターか。なるほど。どうなる？よし。こっちはこっちで別行動ってこと？ドアを開けて、うん。と、ああ、と、で、で、え、え、あ、うん、唐突、ああ、うわ、と、え、で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 、ナイス、ナイスゲーム、行って、痛かった、おお、怖、死んでる？死んでるね、ハードディスクを発見。なんだこれ。左からフランク、ハリー、ブランド。え、ブランドンちゃん。警部補。なるほどね。これは、セントマルタ事件に関するお話ですね。攻撃を受けてから政府が発表して5日間の公式追悼式が明日終了する。この事件については多くのことが語られてきたが、想像を絶する悲劇を言葉で表現することはできない。しかし今日は今日かな、その日のヒーローについて紹介する。ブランドンちゃん警部補、フランク・ロビンズ警部、ハリー・デイビス警部補はセントマルタに真っ先に駆けつけた。彼らの行きがなければ死者の数はもっと多かっただろう。彼らは燃え盛る建物が倒壊する中、負傷した子供たちを運ぶために自らの命を危険にさらした。ヒーローじゃん。で、主人公を今プレイしているのがフランク・ロビンズですね。おおお、下が見れるぞ。追加2年以上前、タイトル天使の引退。ブランドン・チャン警部補は警察からの引退を発表した。過去2年間、チャン警部補はセントマルタのような悲劇の防止に専念する。
テロ対策特殊部隊の一員だった。チャン警部補の模範的な奉仕と献身に誠意を表する。シャイか、引退後チャン警部補は家族が経営する店で子息の手伝いをして過ごそうだ。悠々自適なんだもんね。多分辞めてからひょっとしたらカウンターに立つかもしれない。本誌読者の皆様には感謝の意を込めて彼の店に立ち寄り購入をお勧めする。店主のような人物に実際に会えるまたとないチャンスだろう。疲れてたんだね。1年以上前、警察はハリー・デイビス警官に逮捕状、ハリー発行し、デイビスが精神衰弱に陥っており、その上武装していて危険であると市民に警告。警察は現時点でこれ以上の質問の回答を拒否している。デイビスの混乱は4人の勇敢な警官の命を奪った昨日の中央警察署への攻撃に、マジか。そうなんだ。ハリーとの最初の接触は良好、後悔と復讐への欲求を感じる。観察し現状を手伝い、潜伏を手伝い。あれってことはフランク、ハリー、ブランドで、これハリーはおかしくなったと思ったけど、どうやら復讐への欲求を感じる。観察し潜伏を手伝い。これ警察へ対して報復を考えてますね、ハリー。そうか、セントマルタの事件に関してどうやらで罪悪感があるようですね。これ乗って地下かな、隣のエレベーター怖すぎ。なんで、なんかもういろいろ、膝打ってからの頭だ。ガッチャン、ドアが開いた。これもう無駄に走るのは相当よろしくないね。構えながら行った方がいいだろう。くー、乱れる。よいしょ、ゆっくり行きましょう。ここはよし、いるね。おい、ヘッドショット、ヘッドショットさせてくれないか。外した狙ってたのに外した。来るか、トトトト、いけたか。お天井が抜けて、ああそういうこと、はいはいはい、降りてと、だ大丈夫か。あ、スワットがやられてる。ハードディスクを発見。ちょっと見るのやめとこうか。ハードディスク見よっか。ハードディスク見れない見れない、ごめんなさい。後で見るチャンスがあったら見よう。わっとわっと、くそー、リベレーテッドの人間を殺すのもちょっとね、気が引けるよね。ついさっきまで自分がリベレーテッドだったからね。てかみんなやられてる。壮絶なバトルがあったよ。だっとっとっとってってなぜリロードしたこのタイミングで。あ、はい、ほい、裏に回ってあのスイッチを押すようだな。オッケー、読みが当たった。いやー、これ警部をプレイしてでも
なんだろう、複雑だな。ほい、うっ、外した。まだいる。ほい、ヘッドショット完璧。これはハードディスク回路を修正しろ。は？あー、はい。かな？あ、来たこれ。ロック解除。うえい。はい、というわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。衝撃的な終わりからの第2章が警部というね。しかも裏切ってるような気配もするけど、今んとこリベレーテッドのこと皆殺しにしてるから、どっちかわからないね。はい、というわけで今回はこの辺で。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。